輸入したレーダーで敵機を警戒するぞい。プログラミングはさっぱりっすよね。持ちは持ちや。38の AEW 型は医療用ベッドを撤去してレーダー操作パネルを設置。機内容量の広さのおかげでまだまだ余裕あるな。水タンクを撤去して、そのスペースに警戒レーダーを設置。車輪も引っ込み式に変更してある。ちなみに、回転しているレーダーは、ただの飾りだ。レーダー本体は水タンクのスペース内に設置。この飾りの板のギミックで無駄に苦戦した。え、下に下ろして回転させるだけっすよね。折りたたむには、回転パーツを指定した角度で止めんといかん。こんな感じでな。で、回転パーツでこれをやるときってコンパスセンサーを使ってたんだが、クラフト時に折りたたんだ状態なもんだから、展開後の角度が違うわけよ。コンパスはクラフト時の姿勢を基準に水平を出すから、レーダーを展開したときは垂直になってて、角度の算出が量じゃなくてピッチになるのよ。で、回転させて取り付けても、クラフト時の姿勢が基準だからうまくいかなくて。ピボットの回転回数を0に合わせればいいのでは？このパーツが出力する回転回数は10回転したら10を出力する。それを0にしようとしたら、逆方向に10回転することになる。でも、そうはなってないっすね。普段使わないような関数を初めて使ったわ。そしたら結構あっけなく成功した。ほえー。プログラム用の関数とかわからんから、制御で盲点多すぎなんよ。感覚発すもんね。そんな俺でもこんだけ作れるんだから、ストームワークスは難しくないぞ。さあみんなも無駄に寿命を削る作業にとらわれるがいい。魅力ゼロ。ともあれ、ギミックマシマシで早期警戒型の38ができた。レーダー搭載なだけあって、武装はレーダー誘導ミサイルがメインすか。ロケラン重くてバランス崩すから、タームミサイルに変更しただけ。レーダーのアームが無駄に複雑っすね。限られた水タンクのスペースに押し込もうとしたら、ソ連機の飛脚張りの関節になった。ミグの飛脚の複雑さ。そうそう、飛脚。気持ち格納する感じで。コードに合わせて自動で引き上がる感じにした。武装追加でホットキーが足りなくなって、操作する手間を省くために自動化。足を引き上げて、低空を高速で飛ぶことができなくなったっすね。まあ、そんな使い方するヘリじゃないから。で、ワンマンゲームなのに上空待機で監視してもなーってなった。完成してから存在意義に疑問を感じるの多くないっすか？まあ、作ることが目的化していたからな。完成してから実用性のなさに気づくと。クラフトゲーだからいいんだよ。作った、できた、楽しい。これ大事。ほえで、ジャジャマリオンの UAV にレーダー乗せてホバリングさせておこうってなったのよ。それがこれ。ヌートラのコンテナ輸送型を UAV の移動基地にした。長時間の上空警戒になるから、動力のバッテリーは地上にたっぷり用意。ヌートラのエンジンでも発電してさらに稼働時間を伸ばした。ローター方向も調整済み。優先型なのにアンテナ多いっすね。コンポジットをまとめるよりもアンテナ増やした方が管理が楽なのよ。コクピットの仕様が変わってチャンネル番号も変わったから。振り分けし直すのが面倒でな。アンテナと優先でコンポジット信号いくつか分散して送信してる。コンポジットの意味ないっすね。そうね。固定用マグネット解除しの。安定性はジャイロのおかげで良好。ジャイロを讃えよ。で、コードに連動してウインチが自動で動作する。それ、ケーブルの長さ的に真上にしかいけないんじゃ？いや、少しはマージン取ってあるから。あと、気圧コード系だから、ウインチの海抜コード分も追加される。ほえー。で、ジャジャマリオン時代と違って、スタビライザーカメラを採用。このカメラは多機能で高性能。レーザー照射ができるだけでなく、スタビライザーを搭載し、さらに自動追尾能力を備えている。自動追尾まで。ちょっと装甲車にレーザー照射してっと。UAV を移動させてーの。それでも、レーザーは装甲車をマークしている。この機能がボタン一つで使える。カメラにギミックつけて制御を用意しなくてもいいんすか？こんくらい親切なパーツが多いと助かるんだがな。上昇してもロックが外れない。思った以上にしっかりとロックされてるっすね。まあ、移動目標にはロックできないがな。レーダーは38と同じやつしか。利用したものは動画説明欄にリンクを置いておくぞい。で、これで上空待機させてレーダー監視できるようになった。適当な山に照準してロックしてっと。高度維持させておけば、多少は流されても照準は外れない。照射しているレーザーは誘導用の周波数に設定してある。
ドローンでレーザー誘導して、簿記は安全な場所からミサイルを発射するわけっすね。その簿記も遠隔操作できる。ドローン戦争っすね。自軍の損失は最小限に、そして敵には最大の損害。青き正常なる世界のために。結構な角度差で撃ったが、誘導されてるな。おっと。民間機か。対空ミサイルの試験中じゃなくてよかったっすね。レーダー誘導だったら誤射してたかもしれんな。実験続行。ダンジャーク。今。問題ないな。でも、このドローンは警戒用だからトラックの上空周辺しか行動できないっすね。バッテリー積んで、アンテナ一つ追加するだけで無線化できる。しかし、航続時間が搭載バッテリー分しかないから、極めて短時間しか飛行できない。ほえそれに、トレーラーが攻撃されても終わりだしな。そんじゃ、UAV にもレーダー誘導ミサイル積んでみんべ。早速武装させ出した。搭載したのは前回棄却された小型ピンのレーザー誘導ミサイル。サイズ的に大型ピンタイプじゃ乗せられんでな。命中精度に難があるが、E タイプと F タイプを乗せておいて。どっちかが当たればいいやみたいな使い方。F タイプは外れっすね。いけ、E タイプ。ドローンが遠くて音がしない。お、命中。ついにドローンで攻撃を。まあ、信頼性はまだまだ低いから微妙。何より搭載弾数が2発だけだから、誘導簿記として使う方がいいな。惜しい？車線が通ってないところを無理に撃つから、やはり命中率も下がるか。手前っすね。発射位置が悪いんかな。発射地点を変更して、もう一度やってみんべ。リモコンスイッチオンにしての。おっと。さっき撃ってから発射をオフにし忘れて、前段一斉発射。そして命中。やはり戦いは数だな。ってことで、ロケットタイプ。ロケット弾を追加されたピンに変更したことで3ブロックほど燃料追加できて、射程が 2.3 キロから 5.3 キロに増大。これで4キロ先のプラントを砲撃できるようになった。安定用のピンとしてなら小スペースの恩恵が大きいっすね。前までは届かなかった敵拠点に砲撃できるようになったのは嬉しい。しかし、最前線ゆえに敵戦力が。敵攻撃ヘリが上空を警戒している中で敵基地にロケット砲で攻撃しようとする。完全にこっちがゲリラっすね。レジスタンスが正規軍に抵抗するシチュ。早速阻止されてるっすね。ともあれ、弾着観測だ。テレポートシーノ。うわ、敵がいっぱいっすね。痛い痛い。ちょい下にずれたか。下っけ、弾数倍にして修正車しましょうね。トラック時代と同じで GPS 照準式。トラックのパーツをカットペーストしただけっすよね。そのための汎用走行車。M113 とか MTLB のポジションっすね。ベースが平移輸送できないただの車体だから微妙に違うんじゃねえかな。砲塔外した戦車の車体に近いと思うぞ。ほえー。ほんじゃ、ポンポンタイム。ポン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 。テレポートシーノ。どこかな？ちょっと戦車邪魔よ。森で見えないっすね。あれか。どこ？たったったった。裏処理が追いつかなかったが、戦車1両が消滅したから命中したってことだよな。火災も発生しているっすね。しかし、直撃させないとだからな。やっぱ集団誘導はあった方がいいっすよね。それか、また144発規模で投射するか。射程が足りないから難しいっすね。射程まで前進しようとすると空襲されるしな。別の手も考えてみるか。とりあえず、今回はここまで。痛い痛い。痛いで済む状況じゃねえっすよ。痛い痛い。変なこと言うから。お、これがとどめを刺したロケットかな。何をのんきに。そんじゃ、帰ってあれを完成させるか。はいはい。